サンデー漫画クラブのお時間です。この番組は毎回一つの漫画を取り上げ、ああでもないこうでもないとおしゃべりしながら、その作品の魅力を掘り下げていく番組です。お送りするのは海外漫画の翻訳をしている原と、漫画の編集をしている林と、デザイナーの多田と、司書の美咲です。今回もこのメンバーでお送りいたします。お願いします。今回は原のおすすめ作品ということで、 TVという方の私たちにできたこと、難民になったベトナムの少女とその家族の物語、という作品を取り上げたいと思います。まず概要ですけれども、フィルムアート社、これまあ海外の漫画なんですけど、フィルムアート社から海外の漫画が出るというのね、なかなか意外な感じがしましたが、このフィルムアート社から2020年の12月に発売されました。もともとは2017年にアメリカで出版された本ですね。で、現代が、The Best We Could Do An Illustrated Memoir、うん、発音していいのかな、英語でもメモアル、そういうことになりますね。で、日本語版の翻訳者は椎名ゆかりさん、アメリカのコミックスの翻訳を多くやられている方ですね。はい、です。で、なんでこの作品を、まあ、これ2020年の12月ってことだから2年は経ってないけど、まあまあでもそれぐらい前ってことだよね。うん、そうですね。で、なんでこの作品を今このタイミングで取り上げるかというと、今年2022年3月に発表された第25回文化庁メディア芸術祭の漫画部門でこの作品が優秀賞を受賞しているからなんですね。で、その受賞作品展というのが2022年の9月16日からもうすぐね、26日にかけて日本科学未来館などで行われると。そういうことで、ぜひ取り上げてみましょうということになりました。で、まあ、この文化庁メディア芸術祭ってやつですね、これは1997年に始まった賞で、もともとはデジタルアートとアニメーション漫画、これをメディア芸術と呼ぶと、そういうなんかこう乱暴なねで、それについて毎年作品の公募を行い、賞を授け展示を行うと、こういうことをやってきたわけですね。で、2003年度の第7回からアート、エンターテインメント、アニメーション、漫画という4つの部門に変更されて、まあ、今に至っているということですね。で、今回取り上げる TV、私たちにできたことを難民になった、これ長いね、もういつも難民になったベトナム少女とその家族の物語が、優秀賞を受賞してるわけですけど、この上に大賞っていうのがあって、優秀賞がまあ複数の作品が取るんですけどね、まあ、そういうふうになってることからも分かる通り、ちょっと渋めの選考をするというのがまあ特徴でもあったわけですね。賞はいっぱいあるけれども、他で賞を取らないものが賞を取ったりもする、まあ、最近は割とどれも似てきてたりもしますがね。で、これまで行われてきた25回の中で海外漫画もいろんな賞を実は受賞しています。うん、で、例えば、2012年の第16回では僕が翻訳に関わったブノア・ペータースとフランソワ・スクイテンの闇の国々が漫画部門の大賞を受賞してたりするわけですね。この辺がちょっとね、他の賞とは違うところかなっていう気がします。で、どんな作品が受賞しているのか、まあ、歴代のものとか今のものとかね、でぜひネットで検索していただければと思いますけど、今回第25回について言っとくと、大賞が持田亜紀さんっていう人の、ゴールデンラズベリーという作品ね。うん、で、優秀賞が4つあって、梅沢俊さんのダーウィン事変、うん、浅野いにおさんのデッドデッドデーモンズデデデデデストラクション、うんうんうん、それから西村つちかさんの北極百貨店のコンシェルジュさん、昔ね、うんうん、取り上げましたけどね、サンデーマンのクラブでもね。そして TV の私たちにできたことと。異色すぎんってなりますね、なんか ね、その並びだと。そうね、そうね。で、ソーシャルインパクト賞っていうのは、これ今回できたやつかな、これが和山山さんの女の園の星ね。うん、そして新人賞が常盤誠一さんの狐と狸と稲付け、これも取り上げましたよね。うん、はい、それから森つぶみさんの転がる姉妹、島新也さんのロストラットロンドン、これらが受賞している。で、その他に審査員の推薦賞みたいなのがあったりするわけですね。はい。で、従来であれば展示が行われる、まあ、前ぐらいのタイミングで次の年度の公募が行われていたんですけれども、今年はそれがなされずに、令和4年度については作品の募集は行わないこととなりましたというね、すごいそっけない発表が、文化庁メディア芸術祭の、サイトでなされまして、
その後ですね、朝日新聞とか IT メディアでどうもメディア芸術祭が終わるらしいよという、こういう報道がなされている。まあ、これ公式の発表にはまだなっていないので、ね、なるほどね、報道、あくまで報道でしかない、ということですね。まあ、これどうなっちゃうのかっていう話なんですけれども、で、まあ、それこそね、メディア芸術祭がなければ、この日本で今回取り上げる私たちにできたことに誰が賞をあげるんだみたいな、ね、確かにね同じところに並べてっていうのは結構大きいですよね、そうですね、そうですね、まあ、そんなこともあったりするんで、本当になくなるんだとしたら非常に残念かなと。で、一応まあ25年四半世紀続けましたってことでね、辞めるすごくいいタイミングではあるんでしょうけどね、代わりになるものがね、あれば刺すようですけど、でもその性質もなんで今これみたいなやつが正直結構多くて、まあね、それは対象とか本当そういう傾向だ、だからなんかすごくなんか難しい複雑な感情を抱きますよ。なんかなくならないでっていう、そこまで強くもないけど、なんかでもなんかあっても、まあでもすごく嫌な言い方すると、はっきり言って売り上げにはあんまり影響しないと思うので、それは正直そうだったと思う、本屋さん的にはあんまり美味しくないっていう、全然他のか、この漫画がすごいとか、また本屋大賞とかの方がまだ影響力あるし、まあ、特に漫画以外のアートですよね、アートのところが世の中の人に注目してもらえるみたいなところはすごく多かったと思うし、であと漫画についてもね、新人賞とかは結構同人誌とかにも上げてたりしてたのよね、そこは結構、まあ、なんかこう貢献度があったのかな、野心的というかね、そうそう、野心的でもあったしと思う。で、そしてもう一つがやっぱ海外漫画と日本の漫画を並べるってこと、これね、基本やっぱ並べないから、並べないね、で並べられる結構貴重な機会ではあった、で、あくまで公募だったんで、誰かが応募してこないと審査の対象にもならなかったりもしたんだけどね、っていうところはちょっとあったりはするかな、なんか全然なんかさっき腐しましたけど、なんかもっと良くなる余地がある、お、それもそうだよね、そうそうそう、実際ね、とは思う、なんか、そうね、なるほどな、はい、まあ、そういう感じか、そんな感じでございますね。で、この本の方に入っていきたいと思うんですけれども、あらすじ的には、基本的に本書は、作者 TV の自伝的な作品ということですね、で、TV はアメリカ人の女性で、2005年にニューヨークで息子を出産するわけですね。で、ひどい陣痛を体験して、やっとのことで息子を産んで、まあ、安心感を得るというか、まあ、安堵するわけですけれども、その体験を通じて、彼女は自分を産み育ててくれた母親に対する強い共感を、覚えます。で、実は彼女の家族、まあ、両親と2人の姉がいて、1人の弟がいるわけですけど、もともとはベトナムで暮らしていたベトナム人だったわけですね。で、ベトナム戦争後の混乱を避けるために難民となって1978年にアメリカにやってきたわけです。で、ボートピープルとしてベトナムからマレーシアに渡って、それからアメリカにやってきて、まるで文化が違う異国でゼロから人生をやり直さなければならないという、まあ、そういう大変な思いをしたわけですよね。で、そういったことがあったからか、その後アメリカにやってきてから両親は別居し、まあ、離婚はしてないみたいですけど、別居し、親子の関係もちょっとギクシャクしたものになってしまっていたと。で、過去と現在、両親と自分の間にある隙間を埋めるために、作者は両親に取材し、自分たちのルーツを振り返る、そういうことをやっていこうと、そういう本でございますね。で、帯に推薦文がついてまして、ビル・ゲイツが年間ベストブックに選出しましたというね、これ売れるんだか売れるないんだかよく分かりませんがアメリカだったら売れるかな、あとビジネスパーソンはおって思うのかな、ビルパワーが、ビルパワー、っていうのがあったり、それからあとアメリカンブックアワードっていう結構、権威ある賞だと思いますけど、これ受賞していたり、それ以外にもナショナルブッククリティックスサークルアワードっていうのがあるそうですけど、評論家とかのそういう賞みたいですけどね、それにノミネートされたり、アイズナー賞にノミネートされていたと、こういうような作品でございますね。はい、皆さん読んでみていかがでしたでしょうか。林さんいきますか。いやー、なんかね、気がめいる気がめいったか気が、なんかもうページページが全部重くて、重いね、うん、いや、すごくこう残す価値のある作品だけど、もう読むたびに気がめいりそうって思いながらでもね、一気に読みました、ね、あ、そうですか、うん、なるほど、まあ、結構やっぱりいわゆるグラフィックノベルの読み味っていう感じだね、この作品はね。あとはなんか本当、そう、本当グラフィック、ザ・グラフィックノベルっていう感じで、あとはその
もう初めの導入でお父さんとお母さんはあまり仲が良くない、うんうんうん、ちょっと別居してると、うんうん、でもかの父と母がその混乱期のベトナムで、うんうん、聞くとお父さんはすごく身分が低いところ出身で、お母さんは割と上流階級、うんうん、かなり上級でね、うん、お手伝いさんがいてみたいな、うんどうやってこの二人が出会って惹かれ合ったのみたいな、うんうん、ところはすごく気になんかモチベーションに読むモチベーションになりました、ね。いやここセッティング甘いやろみたいな。あなるほど。そうそう。まあ波乱万丈のそうそうそう、まあ、あの違う描き方も全然できるぐらいの波乱万丈さではあるよね。うんうんうん、ただその結構この本の特徴だと思う、うん、時系列結構ぐちゃぐちゃじゃないですか。そうですね。そこはなんかそのこの混乱期間がすごく描かれ、うん、なんか表現されてるなと思いました。なるほどね。まあ、あとは、うん、あのほら作者とその両親の関係のそのぐちゃぐちゃさみたいな、うん、そういうのも考えさせる、ね。うん、この分かりにくさもすごく意図してるのかなって思いましたね。うん、大人な本やなって。はい、そうですね。まずはそれくらいですね。はい、了解です。はい、美咲さんどうでした？はい、そうですね。確かに大人な本だと思います。うんで主人公とか周りの人が常に何かしらのなんていうんでしょう消化できないものをずっと人生の中で抱えてて、うん、でその原因というか大元にこう国の中でどう生きるかとかその、うん、自分の生まれとか環境とかにどう翻弄されてきたかっていうのがあの大きく関わってるっていうふうに書いてあると私は思ったんですけど、うんその関わり方がすごくなんて言うんでしょうねダイナミックで、うん、ここ何年かのこの国で暮らしていると、うん、住んでいる国がある日違う国になりますっていうこともなければ、うん、なんていうか自分の親とかが戦争に行きましたもしくは自分が行きますということもほぼないく、うんというような状況から見るととってもさっきおっしゃったみたいに登場人物全員が波乱万丈でドラマチックでそれゆえになんていうか翻弄されながら生きてきてっていう大きな波だったりそういうものを感じながら読みはするんですが多分これってこの国以外だとそんなすごくすごくレアケースでもなくうん ありえるんじゃない、はい、みたいなところがこの作者さんはこれを書くためにわざわざ漫画の学んだんですよね学んだのかどうか分かんないけど、はい、でもねなんか、うんこれを書くために、自分の取材してきたものを表現するためにグラフィックノベルがふさわしいと思ったから、うん、頑張って書いたっていうふうに書いてあって、うんうんうん、それを考える最初から別に漫画家になろうみたいなところじゃないところかと思うといやーもうそれをここに落とし込み、うん、でそうやって他人に分かるようにやってきたそのそこまでのその混沌さを隣人が抱えている、うんっていう状況があるんだっていうことを認識してそうだよななんか狭くてなんていうかポワーっとしたところに住んでるんだなみたいな気持ち僕らね自分のいる立ち位置がねそうじゃない人いっぱいいるんだよねみたいな気持ちにはなりましたね、うんうんうん、あと単純に読むのに時間は思ってたよりかかりました、うん、なので読み応えはあります はい、そんなところですか、うん、昨晩読んだんですけども、うん、まあ1、2時間ぐらいで終わるかなと思ったらねもう最後の夏休みの宿題やる子供みたいな終わんないよみたいな何時今みたいな3時みたいなことになりましたねなるほどね、なるほどそれで遅刻か多田さんどうですかはい一応僕これは前もって読んでて英語で先に英語で読んでて英語版持ってきてくれあ、はい、これが、はい、あなんか結構想定デザイン違いますねちょっと雰囲気違うよねなんかちょっと明るい感じで、うん、なるほどなあと向こうのペーパーバッグ的によくシールね、うん、なんとかアワードとかあ文字が大きいからっていうのはすごいあるのかなそうですねで文字に配置されてる色もオレンジとか赤系があって、ねね、あの日本のセピアっていうのをなんか前面に押し出した感じの思い出色とはちょっとまた違う、うん、あとまあ一番いいのは、まあ、アメリカのコミックに多いですけど文字が書き文字なんであなるほど、うん、それはちょっとレタリング的に読み応えは変わるかなって気がしますね、うん
ていう。どうだろう、より読みづらいっていうか、より時間かかる感じ。なんかちょっとした親密さみたいなのやっぱあるじゃないですか。それはありますよね。人が書いてる感じっていう感じはしますよね。詩的な感じがもうちょい好きなので、そうですね。確かに。で、まあ、やつボートピープル、ベトナム戦争で、ボートピープルになってアメリカに渡ったって、まあ、たくさんいらっしゃいますけど、まあ、その彼女がお父さんとお母さんの過去を、まあ、アメリカでね、ほとんど、まあ、この、作者の TV さんは育って、お姉さん、2人のお姉さんとかだいぶベトナム時代の記憶とかね、ある程度大きかったっ、ね、大きかったって覚えてたりとかするんですけど、で、まあ要するにある種ルーツ探しっていうところもあるし、まあちょっとなんだ、距離がある旅行両親なんですよね、で、お父さんはこっちに移民してきてからいつも不機嫌さたまに映ってるし仕事に行くでもなく行くでもなくっていうで、まあなんていうかアジア系のそういうお母さんとかにあるタイプの、まあお母さんすごい猛烈に働いてね、その家族のいろんな面倒も見るけど、同時にな束縛もものすごく強い、タイプ、結構厳しいですよね。それで、あの娘がそのボーイフレンドと付き合うとかね、そういうのに対してはすごい、ものすごく厳しいし、自分のその思った設計通りにいかないってことで、ちょっとそのある種自殺未遂的なことをしたりみたいなのがだいぶトラウマになってて、まあそれを理解するためにその両親の過去を掘っていくっていう話ではありますけども、結構読んでるとその過去っていう意味においてはお父さんの方がエピソードがすごい多いっていうか、うん、お父さんの方が結構話したのかなっていう感じがすごいする。お母さんはだからさ、あの、その主人作者の旦那には話しやすかったみたいなことが言ってるけど、うんね、私には話しにくかったのかもっていう話をしてたよね、やっぱ特に序盤はすごい取りつく島のない感じっていうのが若干あって、で、そのまあ旦那さんはまあ元々のアメリカ人なんですけど、その話してる車で話してたりとか、キッチンとか話してるところをちょっと拾ったりするみたいな感じでこう厚みが増していくっていうことで、やっぱりお母さんはそのなんていうのかな、まあある種の特権階級なんですけど、お家がね、あの何ですか、このなんていうか、そのお母さんのさらにお母さんっていうのはまたすごいキャラで、すごいよね、真っ白いなんかこう青ざいる着てこう長いたシガー吸っててみたいな焼きついたらこう退けられる、そうそうそう、奥様みたいな感じ、ね、そうアジア系のなんかこうスーパーマザーみたいな感じのね人が出てくるんですけど、そういうところで過ごしてて、だから幼少期っていうか結婚するまでのことそんなに扱いで書かれてないです、ね、それ以上ね、確かにね、まあ、そして割と幸せだしな、幸せなんですね、まあ、いわゆる南部 の、あのお金持ちの、まあ、家になるわけですけども、その後は、でお父さんはもうちょいその若い頃にいろいろあってっていう、まあ、貧しい家で生まれつつも、さらにその上のおじいちゃんとかはある種地主階級だったりね、ね、そうね、だから食うや食わぬだったりとかすごい追算かかってるんですね、そこに、そうね、でお父さんはその共産党に入って、そうね、親父すごい、ね、すごい、親父がすごい、親父の親父がすごい、この漫画のちょっと最初読みづらいなと思うのは、この書かれてる TV さんが、いわゆるその今ある自分から徐々に遡っていくんですね、近いところからっていう時系列がすでにこう反対になっているところを一気にバッ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 ってこう登っていくのっていう時間の逆転もあるし、あと最初家族すごいやっぱ家族社会なわけですよね、いわゆるアジア独特のすごくこう3世代何世代がこうガッと近くにあって、だからお父さんのお母さん、お父さんのお父さん、お父さんのおじいちゃん、お父さんのおばあちゃんとかそういうのが一回挟んで、そのまあ言語元の言葉通りなんですけど、その自分の曽祖父とかじゃなくてそういうのをすごく挟むんで、最初読んでて えっていうふうに迷う感じはあるんですけど、それを乗り越えると徐々に読める、乗り越えが必要だよね厳しいですよね、ちゃんととりあえずあのゆっくりは読んでると、そんなに混乱はしなかったかな、あと
お姉ちゃんとか、うん、お姉ちゃんとか弟とかたくさん出てくるんだけど、うん、そのポジションとはっきりしないままに固有名詞がバン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 出てくるんで、ね、それは最初に迷う。全部お母さんが、うん、あの作者のお母さんが6人子供を産んでんだけど、うん、2人が亡くなってるんだよ ね、 なんですよね。だやっぱそこの最初のなんかこうところちょっとこの話っていう、えそれ誰みたいな、確かに1人死産で1人が生まれてすぐ亡くなってるっていうね、うん、上の子がいたりするんですけど、まあまあそのなんかごちゃごちゃっとした感じも含めて、なんかまあねこの移民難政っていうか、そういう感じのなんていうか複雑なファミリーツリーみたいな感じは出てると思うんですけどね、うん、だからまあそういう意味ではちょっとある意味すごく違うルーツを持っているお父さんとお母さんが出会い、でもいわゆるそのアメリカに逃げてる頃から分かるように、いわゆるベトナム南ベトナム共和国の方から、に逃げ込んで、要するに最後の陥落少しからやべえって言ってボートピープルになって逃げてくるわけですけど、何ですかね、そこのところは一つの盛り上がりですよね、うん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 、なんかお母さんはずっとやっぱりそのフランス語教育を受けてて、うん、ずっと学校もそうだし、あの豊かに生きてたきたけど、大学行く頃になってちょっとある行く前ぐらいになってちょっとその自分のアイデンティティとかそのベトナムの民族主義みたいなものにこう目覚めてってっていうところがあって、お父さんはもう少しこう複雑な感じがあるんですよね。やっぱものすごく北ベトナムに対する反発もすごくあるし、それは自分自身のお父さんに対する親を捨てやがってみたいな感じでいう気持ちもあるし、だけどなんていうかそのベトナムを愛する気持ちもあるし、でもそのブルジョアのやってるやなんていうか貧しい者がいてみたいに対する反発はあるしっていう、そのぐちゃぐちゃした気持ちが整理できないまま影を引きずっちゃったまま来た人がお父さんって感じですね。お父さん結構ベトナムに心が残っちゃってる人、なるほどな、まあたださ、だから後に主人公このプロジェクトやる、あ主人公じゃない作者がこのプロジェクトやるって決めてからベトナムに家族で一回戻るじゃない、お母さんも戻るわけだけど、お父さんは固くなに戻らないんだよね。いやそこがやっぱり骨折してるんですね、心がね。ね、誰もいろいろあるんだなってそこは思うところですよね。やっぱまあとにかくこのお父さんとお母さんの強烈なキャラクターの出会いっていうのはもう、うん、まあ、その後結まあこの2人が、まあ、学生結婚的になっていくわけですけど、うんうん、僕はすごく好きなページは203ページで、はい、お父さんはやっぱり若い頃に無理してたりとか貧しいこともあってちょっとその結核の毛があったりとか、うんうん、その体に病気があったりするんですけど、もう死にそうだ、咳込んで血を吐き続けてって、はいはいはい、で親父にその結婚反対されたりとかね、そのお母さんの旅行両親に反対されたりするんですけど、でもそれを押し切って結婚するんですけど、あのなんていうんですかね、そこで結婚したお母さんが思ったのは、なんだっけ、お父さんがこんなに長生きするとは思ってなかったっていう詩があって、うん、ここはすげえ爆笑っていう爆笑したからいやでも女の人言いそう、こういうこと悲劇のヒロインを味わってみたいな、まあこいつ死ぬしなみたいな。いやその時は本当にすごい盛り上がって盛り上がったね、あの続けるつもりだったんですけど、今となってはねみたいな見方じゃないですかね、何十年経って振り返ったらあの時がねみたいなニュアンスかなと私は受け取りましたけど、幸せにね最後の日々を幸せにしてあげようみたいなね、うん、ね、私を守ってあげなきゃ。そうそう、でもその後生まれた私からするとえみたいな感じなわけですか。出てましたよね、あのお母さんが学生時代のあの時が一番幸せだったっていうけど、うん、まあうね、一番幸せだった時代に自分がいないっていうのを認めるのは結構重荷だったっていうのは書いてあって、うんうん、そうだね、うん、そうだね、でそれ、そういう気持ちってさ結構なるのかな、俺なんか別にそれはそれで理解できちゃうなって思うんだけど、うんうん、私もなんか、うん、じゃあそれは親が一番楽しい時っていうのに自分がいなくても別に平気っていうのは、そうそうそう、でもやっぱりあの移民として、アメリカで生きてる、うんっていうそのなんか強烈なアイデンティティの探求みたいなある人にとっては大問題なのかもなってちょっと思って、あとはやっぱりあの最初から主人公が、両親ともにちょっとなんて言うんでしょうね、違和感を感じてるというか、うまくできなかったみたいなところを感じてての
逆に遡っていくアプローチっていうところから来てるんで、そもそもお母さんに対してなんていうか、すごい満たされたっていう気持ちでもずっとなかったっていうところがきっと大きいんですよね、なのかなという気がしました。やっぱりお母さんは母としてっていう視点の部分がすごく大きいですよね、その子供生まれた部分が厚く書かれてるし、である意味自分も子供を持つことによって若干それを追体験するっていうか、それになってやっとちょっと母との確執にこう一歩近づけたっていうのがやっぱ結構大きい流れだから、ね、物語の最後でやっぱそこのところ、自分が思う母親像からいかに母親を解放してあげるかっていうところがね、一つポイントにはなって、まあ、そのことがだから自分自身もいろんな複雑な関係を整理するために、まあ、重要な一歩なのかもしれませんけどね。まあそういう意味では、はい、なんか子供を産んだからこそ、この時お母さんどうでしたかとか、私その時どうでしたかとかっていう、こう物事、人生の中の何か同じ体験が起こった時に、その時初めてやっとここ心をこう分かってあげられるみたいなのが、国とか戦争とかそういうところにつながっていくっていうのは、とってもなんていうか大きな世界を感じましたね。で自分が40歳になってそういう風に、でお母様が70代かなくらいで、あの遡れてっていうのは、日本だとこういうの最近何かなって思った時に、小沢由紀先生を思って、やっぱりあのお父様とかお母様のその戦争体験っていう風にやってるのを思うと、結構日本でこれをやろうとしたらもうかなりあのお父様お母様の世代がご高齢に入られてると思うので、やっぱり40代くらい過ぎたら自分のルーツとなんか向き合うみたいなの大事なのと、まあやるやらないは別に自由なんですけど、やっとくとなんかこう形になっていったりする人もいるのかもしれないと、やりたい人はどんどんやるといいのかもしれないと思いました。そうね、そうね、それはでも歴史のさ、なんかこう流れ、どういう背景でその時何歳だったかとかも結構大きそうじゃない、ね、例えば僕らとかの世代で40代とかも何もねえよみたいな感じになっちゃうから確かにな、この人たちと比べちゃうとね、そうですね、これ超激動の時代を生きてる人たちだから、あのすごく死も近いし、ね、やっぱ貧困とかその貧しさ、ね、生きるとか食べるとか暮らすとか、戦後の東南アジアとか大変だよな、本当。いやでもなんか本当最近あのアポカリプスナウを見たんですよ。あ、そうなんだ。はいはい、なんかあそこに出てくるフランス軍の描写っていまいちよく分かってなかったんですけど、でもなんかこれを読んでちょっと分かりました。なんか高慢な感じ。あ、ここはもともとフランスのものですけどみたいな感じとか。ね、まあ実際ね、あの何ですか、逃げるベトナム人はベトコンだ、ね、逃げないベトナム人はよく訓練されたベトコンだっていう、まあ名言があるんですけど、似たこと言ってます、似たこと言ってます、あ、これ地獄の黙示録じゃんと、私はそこを見て思いましたリアリティある描写だったっていうのが面白いですよね。そうですね、はい、あの改めて、この本はですね全10章の構成になってまして、で、必ずしもさっき何度もみんな言ってるように時系列には書かれて、おりませんね。で、日本の漫画とやっぱだいぶ異なる濃密さがすごいなと、この濃密さのある日本の漫画ってなかなかお目にかからないですけど、まあ、ないわけじゃないけどね、絵柄が詰まってるっていうわけじゃないんですよね、なんていうか、絵自体はシンプルですけど、そうなんだよね、やっぱそこは貴重な体験かなと思います。で、序文がついていて、序文興味深いですよね、とってもね、とっても面白いです。で、本書の種を植えたのが2002年だっていうふうに言ってて、当初はベトナムとアメリカの V 家、V っていうのは TV の V っていうことですけどね、名字ですね、V 家、記憶の再構築と名付けられた文章、写真、絵から構成される学術的なオーラルヒストリーのプロジェクト、どっちかというと研究だったわけですよね。ところがグラフィックノベルにした方がいいんじゃないかと、さっき美咲さん言ってくれたりね、そういうふうに思って、で最初の数ページを描いたのが2005年と、でそこから12年ぐらいかけて完成、よく完成しましたよね、本当だよね。そしてこの時の、画力がどれくらいかわかんないですけど、いや、とんだ画力ですよ、これを書き切る、ね、ちゃんと破綻なく書き切る、ねね、で途中でもさ、最初の方がだからその2005年に書いたかどうかわかんないけど、ちょっと変わってる感じするよね。そう、12年かかったらね、それはね本当でもさ、慣れてますよ、2005年に子供が生まれてさ、よくやったよな、そのか、本当そうですよねでもそこまでのそういう下地があって、学術的な研究しててっていう形だったと思うので、まあ、完成させようっていう気持ちがね、すごいですよね。でさ、その中で序文の中で言ってたような気がするけど、もともと
後もともとというか途中で、難民反射神経みたいな、うん、そういうような、うん、ことをが核にあったっていう話をしてて、リフュージーなんとか、そうそう、それって最後の方で出てくるんだよね。出てきました、まあ、一番最後の方で、やっぱ難民のそんな例えばボートで過ごしたような体験もあったりするから、うん、いざっていう時は大切なものを抱えて、うん、なんかこう身を守るみたいな、うん、それがアメリカにいた時に2階に住んでて、うん、1階でなんか爆発があった時もね、酸素、うん、ボンベに そうそう、大切なものだけ取って逃げるみたいな、うん、そういう難民ならではのなんかこうリアクション、を書いてたわけですけどね、うん、でもそれが途中でいろいろ変わってって自分のルーツ探ってとかっていう、うん、この物語になってるっていうのがね、うん、すごいなって思います。シリアル箱から食べないでよ、うん、そういう難民っぽい、そう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 、でもシリアルを箱から食べない人がどこにいるのよみたいな言い方がされておりなかなかあれ難民らしいとかそういう感覚が全くない人間にはそうなのっていう、確かにね、うん、アメリカ人とはよく食ってるよね、でもイメージ的な感じですけどね、原因なんだろうね多分ね、イメージ的な面白いね、うん、いやあの辺の感覚面白いですよね、うん、でもその東南アジアから初めてやってきたのがさ、うん、どっかであれだっけカリフォルニアかなんかで、うん、乗り換えするんだったっけか、うん、トランジットするのかな、なんか一回行ったとこは寒かったんじゃなかったですか、そうそう、でシカゴに行くんだよね、うん、でシカゴの寒さに耐えかねて、うん、カリフォルニアに移ってくるとかさ、うん、シカゴクソ寒いますですから当事者出ますから毎年寄せてくれてた家族親戚に大知らずと言われ、大知らずと言われみたいな、でもやっぱり自分のところ住んでたところとあまりに寒いところに意図せず行かされた時は、うん、そりゃあったかいとこ行きたいよねと勝手に思いましたけどね、本当そうだよね、いやそういう単純に気温じゃないと思いますけど、いろんなことがあったと思うけどシカゴはどこの人が行っても寒い、寒いかめちゃめちゃ寒い、あれ五大湖があってめちゃめちゃ冷たいな、そういうことなんだよね、そういうことなのね、うん、だからまあやっぱそういったねことも本当に、まあ、今ね前に取り上げた作品の中でも何度か言ったけど、やっぱ、うん、ウクライナのことがあるからさ、すごいなんかこうリアリティが上がってるっていうかね、あり得る話として考えるから、その人今リアルタイムの人たちがじゃあ何か物に残そうって思ったら、でも確かに10年ぐらいかかるかもな、ね、話そうって思う、あとそうですね、ま、孫が生まれてやっと、うん、あの時のこと振り返れるかなって、うん、なんか最近思い出したのが「フリー」っていう映画ご存知ですか、なんか見てないけど話題になってたね、うんうんうん、アニメかな、アニメです、ただ、インタビューをアニメーション化した、うんうん、なぜかっていうと身元がバレるとダメだからっていうやつで、あれはイランかなから、要はヨーロッパに移住した人の、うん、てかまあ移民ですよね、移民した人の話なんですけど、うんうんうん、なんかそこもにちょっと構成似てるんですよ、なんかこうちょっと思い出しながら話してる、うん、だから主人公はじめは家族のこと言ってとか言ったらなんかもう思い出せない、うん、なんか言うけどどんどん思い出していくっていう感じで、あと見てるこっちもあれなんか結構辻褄も合わなくないみたいなことが後になってわかるとかが、なんかそのなんか今なんかなんだろう、世界的にはやっぱすごく需要がある話だと思うんですね、移民の話で、だからそのもうフリーはすごい傑作だなって思ったんですけど、なんかああいう話をもっと見たいなって映画見た時に思って、なんかそれがあったからこの作品も最後まで読めたし、なるほど、やっぱ価値がすごいあるなって思いますね、なんかそうね、まあやっぱさアメリカ住んでればそういうようないろんなルーツがある人たちがいるから、やっぱそこはすごい重要なのかなと思う、でやっぱ僕らからしてみるとちょっと距離があるなっていうところはあるわけだけど、ベトナムの話でもあるから、でもボートピープルの一部って珍しく日本も受け入れたんですよ、日本は結構ベトナムの人いますね、そうなのか、そうかそうかそうか、だからなるほどな、日本版もあるはずなんですよ、あそうだよ、面白そうですね、お話としては、そうかそうかそうか、なんか日本だとファミリーヒストリーっていうテレビ番組とかがあって、うんうん、芸能人さんの、うん、ルーツをやっぱり辿っていったりするというのがあるんですけど、直球で戦争の時に混乱期が両親ともにあってみたいなのはやっぱり例としてはあまりそういうのでたくさん出てくるわけじゃないと思うので、こういうのが形としていろんなところに手法としては自分のルーツを探るために親に話を聞き、親からもっと上に遡っていくっていう手法は別にある話だと思うので、うん、バリエーションいっぱい作品になってるっていうのはいいなと思います、うん、そうですね、あと日本だと日本複雑気候っ
ていうところが、あの記事レベルだけど、うん、こういうその難民系とか移民系の人たちのお話をしてるみたいなのはあるかもしれない。まあ、マンガだとまだね、うん、日本だとそんなには多くないのかもしれない。うん、探せばある人多いからね。なんか今だとまだ時間的にちょっと言えないみたいなこともあるのかなと思います。どうなんでしょう。でも小沢先生が私やっぱり印象に残ってるのと小沢先生なんですけど、うん、小沢先生お父様多分お亡くなりになられたかな、うん、と思うので、そろそろそういう感じかな。なんか聞いて答えてっていうレスポンスができてみたいなのの時期って子供が40代の時なのかとか、うん、そういう意味でもあの作者のさんが子供を、主人公が子供を産んでとか、うん、子供が小さい時にみたいな話とかから入るのはすごいそういうのがあの可視化されてるかなと思います、うんうん、まあね、ミャンマーなんかとかでさ、日本も、ね、か直に関係してるからいいんじゃないって、あ、ここに書いてありますね、難民反射神経の英語版マイリフュージーリフレックスって書いてありますね。これが多分話の元。まあ、今の漫画家だと葛飾啓太さんっていう人が、やっぱそういうのにすごい興味を持ってる人だから、なんかそういうのがいずれね出てくるかもしれませんけどね。であとこの作品に関して言うと、そのベトナム戦争のこととかさ、その前のインドシナ戦争からベトナム戦争、それからボートピープルの話とか、やっぱ僕は全然知らなかったことだったりするから、これはこういうふうに描かれるストーリー、実話レベルで漫画として描かれると、あ、いろいろわかるなみたいな、うん、特に北と南の関係めっちゃ面白いなみたいな、うん、あの不謹慎ですけどね、うん、北から南にすごい逃げてくる人たちがいてさ、うん、であと農地改革とかで二十何万人が殺されるとかさ、うん、まあ、ポルポトとかと同じことをやってたわけですよね、うん、恐ろしいなっていうのは本当に、ね、この間のアフガニスタン、アメリカがまあ方法の手で逃げ出したわけですけど、うん、やっぱり飛行機から人が落ちたりしたじゃないですか、うん、あれ見た時、わあサイモン陥落みてえな、あ、そういう感じはありましたよね。なるほど。あ、また同じことやってるみたいな。あと何でしたっけ、結構その何ですか、まあ、いろんなところにもちろんフランスも関係してるし、うんうん、日本も関係してるし、うん、まあ、中国も関係してたりとか、今いろんなところが関係してるわけですけど、何でしたっけ、んお父さんの、あ、違うな、お父さんのお母さんか、うん、あの子供、実際のお母さん、うんうん、産んでその後別れてっていう人が出てくるんですけど、うん、この人が別れた後どうなったかみたいなのが後から、うん、みたいな、うん、本当それすごいよね、波乱万丈、そうそうそう、意外なところがすごい関わってくる旦那がだから捨て、 お父さんが捨ててったみたいな、捨ててちゃうんですね、なんだったら DV したかなんか、うん、そうですよね、うん、でところがその後、うん、中国に、うんうん、国民党がやってきて、ね、中国に移ってた、でそこで子供を産んでて、一度はあのその来てんですよ、ね、会いに来たけど、うん、会えなかったみたいな、そうそうそう、すげえなみたいな、でその親父がまた全然教えてくんなくていやなんかすげえ歴史になってんなみたいな、すごいよね人に歴史ありとは言うけどやっぱすごいなみたいな、まあ、そういうね濃密な話がめっちゃいっぱいあるの で、うん、でそれもだからさ、そんなにすごい演出せずにさらっとかされるんじゃない、なんかあとはあの、まあ、ちょっとお父さんが良くないからその、うん、別居するってなった時の生計立てるのがアヘンとか、ね、うん、アヘンね、うん、アヘンの妻さん、お母さんとか、そうそうそう、あ、そのアヘンがってバリバリって言われる、あのアヘンのなんか取り扱いの仕方がちょっと違って不思議で、うん、なんだっけ、子供がなんか食べる時にアヘンちょっと入れてもらってベトナムコーヒーでしょ、ベトナムコーヒー、そうそう、スパイス感覚ってびっくりした、だから子供なんかお手伝いでお父さんのコーヒーもらってきてみたいな、ね、そう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 、そうだからね、コーヒーもらって、コーヒー喫茶店みたいに行って入れてもらって、うん、ちょっとアヘン入れてさ、そうそうそう、いい香りがするのよねみたいな、それはやっぱ決めてたってこと、まあそうなんです、シンプルに、いやちょっとわかんないけどね、タバコレベルなんですかね、タバコとかカスクミンレベルとかね、いやいや、あれはやっぱり、ね、かなり依存度が高いとダメなんですけど、でもそういうのは多いですよ、やっぱ中東の、例えばそのペルセポリスとかでも、うん、おばあちゃんがなんかお茶飲むときアヘンを一口入れて飲むよみたいな話してたりとか、ね、割とそういうアヘン文化はすごくアジア圏すっごく広がってるから、でもまあ現実がちょっと過酷すぎるから
ね、チルってねとちょっとチラ、いや、アヘンでも摂取しないってやってらんねえわっていうのもちょっとわかる。ダメよやっちゃう。ちょっとね、すでにいい時間になってきましたけれども、僕特にね面白かったところとして第3章なんですよ。で第3章でね、アメリカに来てからの家の話をするの、うん、で、母は働きに出てる、で、うん、家には父がいて、うん、で、あの作者とあの幼い弟が一緒に、うん、その家の中で不安が醸成されていく、うん、でアメリカっていう地に来てるにもかかわらず、ベトナムであるかのようなその民間伝承みたいなさ、怖がらせる話が出てきたりとか、うん、声が聞こえたらみたいなね、うん、そういう話とかね、幽体離脱の話されたりとか、カリフォルニアのさんさんと輝くね、太陽の下なのになんか家なんか暗くて、うん、さみんなクローゼットに隠れてる隠れてるとかさ、そこいいなってすごく思った。確かに確かに、あ、でもザ・アメリカの暗部、うん、でもフリーでもそういうシーンあって、やっぱりみんなそれは特にやっぱ捕まっちゃう、一旦ロシアに行くんですよ、うん、私たちって、やっぱ出ちゃ捕まるから、ずっと家の中にいて、うん、でももうだから部屋の中がちょっと異質になるみたいな、ね、ずっと同じテレビみんなで見て、うん、でも何もできないみたいな、うん、で暗い話ばっかり聞かせられるみたいなのは、うん、なんかやっぱ移民あるあるなのかもしれない。なるほどな。あと来る前にやっぱりその共産党時代を体験してるから、この人たちは密告社会がすごくあるわけじゃないですか、うん、そういう影はあると思うんですよね、その家族を摘発せよっていう、うん、それこそね、そういう総合監視世界がね、ちょっと鍵、まあ、であと外から誰かが来るかもしれないから鍵すぐ閉めるとか、ね、うん、そうそうそう、ベトナムやろうみたいなそうね、グークークとかなんか言われて唾吐かれて、そうですね、これってこの後お姉さんが大学から帰ってきたから外に遊びに出るっていう話つながるんでしたっけ。そうそうそう、うん、ああ、そしたらやっぱりあれですね、お家の中で一緒にいて辛かったのってお父さんであって、うん、お父さんの前にはその過去の戦争とかがどうしてもお父さんの中にいつまでもあってっていう、うん、あのと自分と家族の対話の話であり、うん、外に出たら自由だっていう感じの、うん、その自由な地に子供たちは自分は育ったっていう考え方なんですかね、受け取り方なのかな、ね、自分は自由になれなかったけどっていうのがちょっと、だから次の世代のこの子は自由であれっていう、主人公はそれでも完全に、うん、お父さんよりはっていう感じだけど、ね、完全にお父さんは完全に囚われてますからね、うんうん、そう、このさ、ね、水のイメージで一番最後が、まあ、あの息子が水で泳ぐシーンなんだけど、うん、これだからそのさっき言った家の中では、うん、あの作者が幻想っていうか、うん、無双の中で部屋の中で泳いでいくみたいな、うん、そういうシーンが描かれていて、うん、そこはすごくうまくこうしてる、そうですね、その自由のイメージということで言うとね、うん、途中一旦経営するそのボートピープルでつくマレーシアがすごいなんかちょっと開放的っていうか、そうだね、うひょーみたいな、子供にとってはすごく気持ちいい学校ねーみたいなあそこはちょっと開放的でしたね、うん、そうですね、うん、はい、ということで、あのちょっとね、十分に語れてるかどうか分かりませんけれども、非常に濃密な物語なので、せっかく日本語になってるんでね、うん、そしてアメリカではめっちゃ評価の高い本ですからね、うん、ぜひあのメディア芸術祭で賞、を取ったということもありますから、ぜひこの機会に読んでいただけたらと思います、うん、何かドスンと重いものがね残る、うん、名作だと思います、はい、名作だと思いますね、うん、はい、ということで今回は TV、私たちにできたことは何になった、ベトナムの少女とその家族の物語を取り上げました、次回は誰が何を取り上げてくれるんでしょうか。はい、次回はですね、岡田作務さんの新作、うん、読み切りですね、陽気なやつらという作品を取り上げたいと思います。はい、その作品を取り上げます。ということで今回のサンデー漫画クラブはこれでおしまいです。以上、原と林と田田と美咲でした。また次回お会いいたしましょう。それではまた。